はあ、働きたくないって言ってきたのに、いつの間にかこんなにも働き続けてしまった。でもでも、ライブは楽しみでしょ。ファンのみんな、アンドちゃんが出てくるとすっごく喜んでくれるし。楽しいことはしたいけど、働きたくないっていう主義だからさ、アンズは。けどまあ、今回はちゃんとやる気を出すよ。記念のライブなんだしさ、アンズにだってやっぱり思い出はあるし。キラリもやる気いっぱい。ファンのみんなに会っていろんな曲が歌えるの、今から楽しみだね。今回の千葉公演は1日目と2日目でちょこっとだけメンバーが入れ替わるから、それも楽しみだよね。メンバーが違えば歌う曲も変わるからね。そうやってこれまでも変わり続けてきたわけだし、ファンのみんなにはその変化も楽しんでほしいよね。1日目も2日目もみんなが満足できる最高のライブになるのは間違いなしだもんね。ここまでいろんなことがあったけど、たどり着いたせっかくの舞台だし、みんなで楽しくお祝いして盛り上がろっか。